名古屋大学の研究チームがカーボンナノベルトと呼ばれる炭素分子の合成に世界で初めて成功したことが分かりました。カーボンナノベルトのの合成に成に功したのは 名古屋大学大学院理学研究科の伊丹健一郎教授の研究グループですカーボンナノベルトは炭素原子が丸いベルト状に連なった構造を持つ分子で60年ほど前に提唱され夢の分子として世界の科学者が合成に挑んできましたがこれまで成功していませんでした新しいこういった形の炭素が見つかるとそこには新しい サイエンスと新しいテクノロジーと応用っていうのが開けるっていうのは、これ、歴史が証明してきたので、誰も予想しなかったようなその物性とか新機能っていうのが、まあ、潜んでるんじゃないかなって、今回の合成成功で、次世代材料として注目されるカーボンナノチューブの高性能化にもつながることが期待されています。